はい、こんにちは。今回ご紹介するのもこちらです。 EC テクノロジーさんのワイヤレス Bluetooth ですね、イヤホンヘッドセットでございます。このようにスポーツヘッドセットと書いてあります。開封してみましょう。このような感じでスポンジの中に商品がしっかりと梱包されております。開封しました。商品このようにですね、 USB の充電用 USB ケーブルとイヤーチップ、お決まりのものと説明書マニュアルと、こちらが本体です。このようなですね、赤くちょっとガンダムチックなこんなデザインされていて、かっこよくできております。ここにロゴが入ってますね、 EC テクノロジーと。そしてここはバンド、アーム、耳掛けフックのとこですね。ちょっとね、結構硬い感じですので、よくねブラブラのがあっては不安定なんですけども、しっかりとしているかと思います。こちらが操作部分ですね。マルチファンクションとプラスマイナス、音量、曲送り、ペアリング等がここでできます。 LR の表記はここです。イヤーチップこんな感じ。そしてケーブルがきしめんケーブルで、裏表黒と赤でこんな感じのデザインですね。かっこよくスポーティーにできているかと思います。こんな感じのデザインです。充電はここから USB 充電をします。気になるスペックですけれども、このようになっておりまして、充電時間 1.5 時間で、再生時間6時間ですね。ウェブでは音楽再生は8時間、通話は6時間と書いてありました。 Bluetooth 接続になっております。 aptX に対応していると書いてありましたので、高音質で通信聞けるかと思います。重さ 20g なっています。あとですね、ウェブ上では IPX4 という防水性能ですねがされていると書いてありましたので、軽いランニング等ですと問題ないかと思います。特にマニュアルにはね、その辺の防水は歌ってはいないんですけれども、ウェブ上には載っています。でも、ね、よくね、こういったメーカーさんはウェブと情報が違ったりしていますので、あまり鵜呑みにはしない方がいいかもしれません。ではペアリングして聞いてみましょう。こちらね、真ん中のファンクションボタンを長押しいたします。そうするとこのようにペアリングモードになりますので、スマートフォンなどの接続機器で、これかな、お、繋がったようですね。こんな、なんか ID みたいな名前で接続ができました。今ですね、走ってきました。10キロぐらいね、走ってきたんですけれども、進化してますね。なかなかいいと思います。こちらですね、まずケーブルの留めがついてるんですけれども、結構しっかりと硬いので、ここね、長さ調整して、ずれることなくね、ケーブルいい感じで走ることができています。そしてこのアームですけど、先ほど紹介したようにちょっと結構硬いのでね、もうこれぐらいしか耳、隙間がないので、ここに耳を入れるとがっちりとホールドしてくれます。一度も落ちることありませんでした。ずれることもありませんでした。で、この操作ボタンなんですけれども、左側にありますので、大体に右側にあるんですけど、そこがちょっと違う点かなと思いました。音なんですけれども、非常に聞きやすい音です。低音はバリバリっていう最近の、ね、流行りではなくて、ね、中音です。中音が非常に盛り上がっている波形になるのかなと思います。ですので、ボーカルですね、ボーカルであるとかピアノの中音域なんかの音はね、非常によく聞こえます。ですので、まあ、走っててもですね、音楽ちゃんと聞こえるなっていう感じです。高音は若干弱いで、低音も弱い、まあ、いわゆるね、ドンシャリの逆な傾向のイヤホンかと思いますけれども、今まででね、一番音を聞きやすさといったら、まあ、きらびやかさとかね、重点はないんですけれども、中音が特徴なだけね、聞きやすくなっております。ホールド性、そして音飛びも1回もありませんでしたので、 Bluetooth の接続性も Xperia ね、 Z3 ですけれども良かったと思います。ということで、モデルね、重ねるたびに良くなってきているこの Bluetooth イヤホンかと思いますので、気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。中音域が特徴の EC テクノロジー Bluetooth イヤホンご紹介いたしました。8時間も持ちますので、フルマラソンでも聞くことができます。おすすめしたいと思います。では今回も見てくださりありがとうございます。